Hello, hello, hello. Hey, what's up, guys? Ninja Sensei here. Welcome back to an episode of Ninja. Hey, sorry. Welcome back to another episode of Magic and Muscles. And it's been a while, like, because, you know, episode comes every week once. And last episode we watched was episode number 5. And yeah. So yeah, this week the episode came. And yeah, I'm now recording it. And last time, if I remember, what happened was they were on some mission, like a school mission and event, and the other guild guy basically came and he is basically beating up a lot of people. I think our protagonist got angry. That's what I remember. So yeah, let's see what happens. Yeah, Scorpions, yes. レアン寮のシルバーがなぜか因縁をつけてきた。どうするマッシュ。あ。Yeah, now he's angry. どうなってやがる。魔力の差がありすぎるぞ。キノコ頭は役に立たなそうすぎるし。考えろ、考えろ俺。どうやったらあの子を救えるんだ。これで終わりか？このままじゃ面白くねえって言ってんだ、このカズメ。そこでだ。俺から一つお前らにチャンスをやろう。これで終わりか？チャンスと。まあ、そうだ。俺の魔法に誤解耐えられりゃ、その女にはもう関わらないでやる。もちろんこの学校のルール通り銀貨も一枚かけてやる。どうだ？悪い話じゃないだろう。あ、どうした？やらないのか？むちゃくちゃだわ、そんな条件。いいぜ。その話乗った。ダメよ、そんなことをしたら大怪我じゃ済まないわ。大丈夫っすよ、誤解くらい。何言ってる、お前だけじゃない、そこのキノコ頭もだ。こいつは関係ねえだろうが。ああ、てめえに決定権はねえよ。マッシュルームやる。わかった、俺がこいつの分も受ける。それで文句ねえだろうが。面白い、10回耐えられるから。トゲトゲ君、こいつは俺が突っかかった問題だ。てめえで何とかする。アイアンフィスト。おお。これやべえかも。どうだ、10回耐えられそうか。Use your hands, bro. You.切れねえんだよ、あの子の涙をよ。よく耐えたな、ご褒美に最後の一発は特大のやつをお見舞いしてやるよ。アイアンフィスター。 Oh, he has to stand up, I think.それとも本気で耐えきれると。10回終わったぞ。ナイス。
おい、約束守ったぞ。へっ、バカが。He is like that. What's that guy? Malfoy from Harry Potter.頭が悪いにもほどがあるんだろうが、立ってられるわけないだろ。まともに俺の魔法を食らってるわ。キノコ頭、あの子を連れてお前も逃げてくれ。あとのことは俺が何とかするから。アイアンフィスト。お、well, he only knows one magic. Iron fist, iron fist, iron fist. 何ごちゃごちゃ言ってんだ。キノコ頭、頼む。あの子。バカみたい。いくら私の魅力の魔法にかかってるからって、ここまで必死になるなんて。ああ、そう言ってやるな。こいつは本物のバカなんだよ。つまるとこ、自分に酔っちまってんのさ。主人公にでもなったつもりか。ほんと寒いわ。私嫌いなのよね。あんたみたいな暑苦しい男。まあでも今の姿は最高に笑えるけど。身を挺して守ろうとした女にそんなこと言われるなんて、最高に惨めなやつだぜ、こいつはよ。いい加減にしろよ、お前ら。冗談だよ、yes. 今度は僕が10回勝負受けてやる。かかってこい、ゴミ野郎。ゴミ野郎。大丈夫だろうか、マッシュのやつは。え、大丈夫だよ、マッシュくんなら。そうですよ、編入試験の時先生をやっつけたくらいですし。魔法使いにも種類がある。学術やサポートに長けた白魔導士、戦闘に長けた赤魔導士。マッシュが退治してきたのは白の方だ。実際2年以上の赤魔導士は相当強い。アザが2本のやつも珍しくないしな。やつらの中にはマッシュと同等以上のやつなんて5万といるぞ。おうおうおう、言うじゃねえか。おらよ、虫ずが走るんだよ。お前はこいつみてえな。ええくせに生きがる偽善。Bro, just punch him, yeah. そういうやつを見て、just kick him, punch him, he's done for. なるんだよ。そのキモいプライドとメンタルよ。騙された上に何もできねえ自分に気づくと顔が歪んでいってよ。最高に受けるんだ。おい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 。え、こいつのせいで服がちょっと燃えちまってるよ。ふざけてんじゃねえ。そのカス。おお。お。He's fast. 俺に勝てる気でいるのか？俺は1年の時に金貨2枚集めてるんだぞ。自力がちげえのさ、てめえらとは。それを意気揚々とぶっ殺すだ。やってみろよ。殺さんしたか。おらおら、どうした？さっきの異性はよ。ぶっ殺してみろよ。俺をよ。I think he will break. Triceps magic. 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 That's a clean hit, bro.I earned 2 coins last year. He doesn't care, bro.
He doesn't give a shit. Oh, bro. That's some serious punch, bro. Where is he going? Oh my god! Oh no! He cannot handle 8 more hits, bro. Mate. Oi. 3回目いけそう。まずい、これ以上はまずい。死んじまえ。何か策を考えなければ。何か。お、スコーピオンイズカミング。お、スペシャルスコーピオン。額が星型。死ねた。銀のコイン以上の巨大モリサソリも存在したのか。この巨大モリサソリとキノコ頭がやり合っているゾサクサに紛れて逃げれば。今取り込み中だからごめん。ふざけるなよ。俺は1年の時に金のコインを2枚集めてるんだ。このまま舐められっぱなし。もうやめにしようか。え、なんかかわいそうだし。かわいそう。え、やばい、シルバが負けるなんて想定もしてなかった。どうしよう、このままじゃ私も。逆らえなくてですよ。本当にごめんなさい。最低ですよね、私。大丈夫。男って本当にちょろ。僕は。おお。男女平等に扱うから。Very nice, bro. Yes, you should treat everyone equally, man, woman. Mashu, 大丈夫ですか？すごい怪我。大したことないよ。やはりあのシルバって2年とやり合ってたのか。うん。すごいよ、マッシュ君。星型のサソリも倒しちゃうなんて、銀のコイン2枚だよ。すごいよ。私のためにそこまで。入学早々かなり順調なんじゃない、マッシュ君。うん、ありがとう。早く保健室に行きましょう。バカみたい。ほんと寒いわ。すごい傷じゃないですか。大丈夫ですか。キノコアダマ。ごめん。その、さっきはめんどくせえことに巻き込んで悪かった。ありがとな。らしくな。うっせ、こいつ、マジで。今めちゃくちゃ恥ずかしい思いで言葉振り絞ったんだぞ、俺。ふざけんな、俺。別にふざけてませんけど。殺す。狙われてます、マッシュ。さっき小耳に挟んだんだが。
レアンの奴らがアドラを中心にコイン狩りをしているらしい。あのシルバって2年もそれ目的でお前に絡んだんだろう。レアン、レアン寮は貴族関係出身の奴らが構成されている。いわば高潔主義、血筋を重んじる。俺らみたいなどこぞの馬の骨とも知れない奴らは、是が非でも魔法局に入れたくないんだろう。そろそろ始まるかもしれないな。レアンの中枢を担うマギアルプスとのコイン争奪戦がな。Okay, bro, Mash doesn't care. Mash will get the coins no matter. He got two from the scorpion, two from that guy. 僕も12歳くらいの時、そういう設定考えてた。そうか。そうか。マユピアスで1枚、でっかいサソリで2枚もらったから、銀5枚でついにコインが金に。おお。光の顔が。目が。てか、寮とか別れてたんだ。いや、別れてただろう、普通に。一応寮分けは入学してすぐにあったけど。ああ、そういえば。今から新入生は両分けを行います。いけ。ユニコーンの角に触れるとブロー、そうマッチコピーオフハリーポッター。思想を読み取り適した両を選んでくれます。それではイガルト・バンさん。はい。ふむふむ、君は勤勉かつそれに相応した知性を有している。適している量はそうじゃんの。オルカ量じゃ。やった。次、ありがとうございます。アルベン・スミス。はい。ふむふむ、勇猛果敢直往邁進、君はアドラ量じゃ。Oh, I think this is 90% similar to Harry Potter. 極端な思想。 Instead of a cat, they have a skeleton unicorn. この役目を任されて運百年、思考を読み取ることができるわしの判断が狂ったことはない。さあどんどん来なさい。はい。あ、力の加減が。すみません。こほっ、てかシュークリームのことばっかじゃん。なんじゃこいつは。シュークリーム以外になんかないの？ねえ、何考えてるの？マジで。何その顔。そりゃまずい。我が校で寮の選別を任され運百年、答えを出さないなんてことは一度もなかった。よし、もう一度。私服。シュークリームとは、生地を中が空洞になるよう焼き、その空洞にカスタードクリームを詰めた菓子の一種である。特にクッキーシューは硬さのある生地にトロトロのクリームが入っており、その姿は人で例えるならば強さの中に宿る。なんか急に超絶に。シュークリーム好きはアドラー。こじつけ感。うっす、うっす、あったな、そんなこと。あれってマッシュ君だったのか。レアンの中枢、マギアルプスはこの学校でも指折りの7人組だ。あのマユピアスもその下っ端かなんかだろう。奴らは神格者の人選を操作するためにコインを片っ端から集めている。コインを持ってるお前はレアンとの接触は避け、できるだけ寮の奴らと行動しろ。じゃあそうしよう。しかしランスの忠告も虚しく、マッシュは学校で迷子になっていた。どこだ次の教室は。お、ここな気がする。これは引き戸なのか押し戸なのか。いつも間違えるからな僕。押し戸なのか引き戸なのか。すみませんでした。おめえがうちに入りてえって言うから、アベル様はチャンスを与えてくれたのによ。しかもコインをアドラに取られやがって。もう一度だけチャンスを。勘違い。え？チャンスを与えた。まるで僕が彼に来た。This guy has three lines.
期待してたような言い回しだ。いやいや、こらさーせん。この世界を回すに値する人間は選ばれた人間でなくてはならない。完璧な教育、圧倒的な才能、高貴なる血筋。僕たちは不人物。 He has three lines and others have two lines。 コインを集めている。だけど君はどうだ。僕たちの目的の捨て石にもなれない。かわいそうな。同情するよ。己の無価値さを自覚し生きていくなど耐えられないだろう。オブロ、ヒゲルレム。もうそんなことを考える必要もない。ええ。おお。神格者になるべきはこの僕だ。アドラの有象無象ではない。ね、母さん。不純物のない。マミゴビ。He converted his mom into that doll. Oh. おしどか引きとかわからなくて、すみません。あと、喋りかけてるそれ、人形ですけど。ご指摘ありがとう。What's happening? Okay, that was interesting. I mean, we are down to 6th episode. I checked. We have gonna have 12. So yeah, 6 should be.Taking the story somewhere, and let's see what happens. Okay, yeah, that was it for episode number 6 of Magic and Muscles, and yeah, it was very different from other 5 episodes. Lots of action and stuff, and yeah, a little bit comedy. Yeah, that was it for this episode, guys. Thank you for watching. Let me know in the comments if you want something else in the reaction, and I'll see you next time. Sayonara.